こんにちは、ゆうはです。今日は尾形光琳の超大作柿つばた図屏風についてお話をしていきたいと思います。この柿つばた図屏風なんですけれども、4月17日から東京の根津美術館にて1年に1ヶ月間だけ見ることができる展示が始まりますので、行けそうな方はぜひ足を運んでみてください。それでこの柿つばた図屏風なんですけれども、私まだ実物を一回も見たことがないんです。なので今回の動画は自分で調べたこととか写真で見たことを元にお話をしていこうかと思います。本当は実物を見てからいろいろお話しした方が面白いことが言えるのかもしれないんですけれども、状況的に今年も行けるかどうかわからないので、とりあえず自分が知っていることだったりとか、これが楽しみだよっていう内容をお話ししていきたいと思います。ではまずは柿つばた図屏風の基本的な情報からお話をしていこうと思います。こちらの絵、柿つばた図屏風は尾形光琳によって18世紀に描かれたものです。18世紀のうち具体的に何年というところまでは分かっていないんですけれども、実は尾形光琳の絵は制作年まで具体的な年ははっきりとは分かっていないものが多くて、画風、絵の描き方だったりとか、画面に押されている印、ハンコの状態から判断されていることが多いです。柿つばた図屏風っていうタイトルにもある通り、屏風に描かれている絵なんですけれども、1枚が6つ折りになっている屏風が左右の2セットで構成されています。この絵って一言で言うとすごいんですよ。美術史的にも絵の技法的にもすごいって言える要素がたくさんあるんですけれども、例えばこの絵が描かれる100年くらい前からぼんやりと形成され始めてきた琳派という日本画の新しい流れを一気に加速させるきっかけになっていたりだとか、全部紹介してしまうとすっごく長い動画になってしまうと思うので、なので今回は内容を絞って作品の基本的な背景と技法的なことをお話ししていきたいと思います。この動画でお話ししていきたい内容は3つあります。一つ目が柿つばた図屏風の背景、題材となっている伊勢物語について、二つ目が高いデザイン性と言われる理由、そして三つ目が青、緑、金色の三色しか使っていないにもかかわらずとっても豪華に見える理由についてお話をしていきたいと思います。ではまずはこの絵が伊勢物語を題材にしているというところからお話をしていきたいと思います。この作品は伊勢物語の第9段、あずまくだりを元にして描かれています。昔古典で習ったことがあるという方もいるかもしれません。物語の主人公は歌の名手である在原の業平です。都である京都には自分の居場所がないと感じて、親しい友人数名と一緒に東に向かって旅をすることにしました。その当時東はまだ開けていなくて未開の地で、とてつもない田舎でした。京都からの旅の途中で三河の八橋というところに着き、そこで休憩をすることにします。三河の八橋は今で言うと愛知県東部のあたりになります。八橋という地名は川が8つに分かれていて、そのそれぞれに橋を架けてあることに由来します。川のほとりに咲く柿つばたの群生を見て、ある人が歌のリクエストをしました。柿つばたの5文字を句の先頭に入れて歌を詠んでください。なかなかに難しいリクエストですが、歌の名手であった在原の業平はそれに応えます。そして詠んだ句がこちら。カラコロモ、キツツナレニシ、つましあらば、はるばるきぬる、旅をしぞ思う。現代語に訳すとこういった意味になります。長く着ているうちに体に馴染んでくるカラコロモの妻、恥のように長年連れ添った妻を都に置いてはるばるやってきた旅のわびしさが身にしみる。この歌を聴いた者は皆感動し、涙を流さずにはいられませんでした。このエピソードが柿つばた図屏風の背景とされています。歌物語を題材としているにもかかわらず、あえて人物を描かないことで高い装飾性、デザイン性が生まれています。もしかしたら当時の人々はこの絵を見て自分が伊勢物語の中に入り込んだような気分を味わっていたかもしれません。次に高いデザイン性と言われる理由についてお話をしていきたいと思います。これは尾形光琳が呉服屋の出身であったということに関連しているのではないかと言われています。この絵がデザイン性が高い、デザイン的と言われる理由は大胆な配色や柿つばたの花のリズミカルな配置に
あります。花の配置について少し深掘りをしていきたいと思います。この作品が特殊なことはパターン化された花の構図にあります。どういうことかというと、一つの作品の中に同じ模様、同じ花の模様の繰り返しが見られます。こちらを見ていただくと、赤く囲んだ部分にパターンの繰り返しを確認することができます。これは着物を染める際に使う型紙の技法を応用して描かれたものです。型紙を使って描いているんだけれども、筆使いや色合いを微妙に変えているので、同じ構図でも単調にならずに独特のリズムが生まれています。この独自性は光琳が呉服屋の出身だからこそできたのではないかと言われています。次に使用している画材についてお話をしていきたいと思います。柿つばた図屏風は3色だけを使って描かれています。背景の金色と花の青色と葉っぱの部分の緑色です。たったの3色だけなんですけれども、どれも超高級な画材です。まず背景はすべて金箔でできています。薄く伸ばした金箔をなんと1000枚、2000枚と貼り合わせて背景を作っているそうです。花の部分の群青色はアズライト、葉っぱの緑色の部分はマラカイトという鉱石を砕いて作った顔料が使われています。どちらも産出量が少ない希少な鉱石を原料とした非常に高価な顔料です。この作品の中で柿つばたの花たちはどれもまっすぐ上を向いて生き生きと描かれています。発色の良い高級で上質な絵の具を使う機会を得て作者である尾形光琳の心も高揚し生き生きとのびのびとこちらの絵を描いていたのではないでしょうか。それからなんとも粋なことに柿つばた図屏風が毎年4月5月に展示される理由、それは実際の柿つばたの花の開花時期に合わせているからなんだそうです。根津美術館には庭園もあって、そこに本物の柿つばたも植えられているので、絵を見た後は柿つばたの花を庭を散歩しながら見ることもできるそうです。開花予測は4月下旬から5月だそうなので、もし行ける方はその時期がおすすめかなと思います。はい、ありがとうございました。今回は尾形光琳の柿つばた図屏風についてお話をさせていただきました。もうすぐ展覧会が始まるので、行けそうな方は状況を見て、ぜひと足を運んでみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。今回もありがとうございました。